はい、じゃあですね、今回はですね、僕のレシピ、めちゃめちゃ卵黄出てくると思うんですけども、卵黄をですね、使うと必ず白身が残ると思います。はい、こちらですね、僕がどうしてるかっていうとですね、これですね、大体冷凍保存にしちゃってるんですね。はい、だからですね、冷凍庫の中に白身ばっかなんですけども、今回ですね、その保存方法っていうのを、解説していきたいと思います。はい、それではですね、やっていきたいと思います。まず卵ですね、こちら割ってください。こちらのですね、手頃な小さめの、容器にですね、ラップを引いたものになります。はい、ここにですね、卵黄を取り出すときに皆さん、大体こんな感じで、やると思うんですけど、卵黄だけね、白身をですね、こちらのカップの方に、ラップを敷いたカップの方に入れます。ちなみにね、この、白いとこあるじゃないですか、結構、ね、捨てる方いらっしゃると思うんですけど、ここマグネシウムがいっぱい入っててすごく栄養価高いので、これね、捨てないでください。はい、食べてください。分けて、卵黄の方は、別の容器に入れておきます。こんな感じですね。でですね、白身がこう、こんな感じで、たまりました。そしたらですね、こうやって包んじゃうんですね。こうひねってですね、輪ゴムでもいいですし、もしくは挟むクリップみたいなのでも結構です。でこのまま、冷凍庫に入れておくと冷凍ができます。で使うときはですね、流水かなんかにつけておくとすぐ溶けますので、それで使っていただくと、かなり長持ち、1ヶ月、2、3週間かな、2、3週間で、使い切っていただけると一番いいんですけども、このような感じでですね、卵白はですね、保存しておきます。卵をちょっと今回使わないので、黄身醤油漬けに したいと思います。これね、お醤油です。で大さじ1半ぐらいですね。あとみりんです。小さじ1です。でお酒です。小さじ1です。これね、ちょっとアルコールが含まれますので、アルコールの弱い方とか、お子様に食べさせるときは、みりんとお酒を少しね、電子レンジでチンして、やってください。大人の方はこれでも大丈夫です。であと旨味調味料ですね、2振りぐらいですね。で、少し混ぜて、でこの状態でですね、ラップ、できればね、こういう感じで卵黄が密閉されるように、つけておくと、つかりがいいです。これですね、一晩経つと卵黄にお醤油の旨味が染み込んでですね、かなり美味しい卵黄の黄身漬けになる。これでね、これでご飯いくらでもいけちゃいますので、こういうやり方もありますので、ぜひね、これも作ってみてくださいね。はい、それではですね、材料紹介いきます。こちら、先ほどの、余った卵白2個分です。ご飯200g です。あとですね、これもですね、かなり余りがちだと思うんですけども、これね、青ネギ、ネギのですね、青いとこ、これですね、皆さん捨ててませんか？これ結構ね、捨ててる方多いっていう風に聞くんですけども、はい、僕はですね、青ネギが全部使ってるんですね。この部分ね、食べれないとか、なんか辛いとかイメージがある方もいると思うんですけども、すっごく優秀な、食材なんですね。青みもね、すごく、出て、彩りにもなります。食欲を増す、とてもいい食材なんですね。でもどうやって使ったらいいか分かんないっていう方が結構多いので、こちらも、食品ロスにつながると思いますので、使っていこうと思います。世界では生産された食料の3分の1が捨てられてるっていうですね、こういう事実がありますので、こういったものもですね、捨てないで、ちゃんとですね、食べて栄養にしましょう。はい、それではですね、青ネギを切っていきたいと思います。ちょっとですね、注意点一つあります。青ネギはですね、この間ですね、この辺りに砂が噛んでることがかなりあります。なのでですね、この辺りは洗ってください。はい、よく洗えば大丈夫ですね。本当にね、小口切りで結構です。今回は、チャーハンに使うので、火を通すので辛みは抜けますから、特別な処理はしないんですけども、例えばですね、そうめんとかの薬味とかおそばとかの薬味にするときは、少し水にさらすとですね、辛みに抜けますので、そう、青いとこ捨てるだけでこれだけね、使える食材がね、ロスになりますので、はい、これぜひね、使っておいてください。例えばですね、余った場合はですね、クッキングペーパーとかで、包んで冷蔵庫で保管しておくと結構持ちますので、あと最悪ですね、これをですね、少し乾燥させて、こうジップロックかなんかに入れて、冷凍しておくとすぐね、使えますので、彩りとかに、はい、そういった形で、保存方法もありますので、それではですね、ちょっとね、今日はですね、白身を使ったチャーハンなんですけども、実はね、これ火を使わないチャーハンで電子レンジで、作るものになります。
特殊な作り方なんですけども、まずですね、ご飯、耐熱容器に入れていただいて、ここから味付けをしていきます。はい、味付けはお塩ですね、小さじ3分の1ぐらいですね。あと旨味調味料です。1、2、3、4、5、6振りぐらいですね。で、ここにですね、先ほどの白身です。白身をかけちゃいます。で、その上に、先ほど切った青ネギですね、わさっと入れてください。今回焼かないので、焼いた風味、ちょっと香ばしい風味をつけたいので、ごま油ですね、こちら大さじ1加えます。この状態でですね、ラップをして電子レンジで600ワット3分かけます。500ワットだと3分30秒ぐらいですね。はい、それではですね、はい、出来上がりました。開けると、まあ、こんな感じですね。はい、で、白身はですね、もういい感じで固まっております。よく混ぜます。さっきちょっと混ぜてたんですけど、仕上げですね、黒胡椒も、混ぜ込んであげてください。仕上げに加えることによってね、香りがすごく立ちますので。はい、じゃあ盛り付けていきます。黄身なしで全然美味しいじゃん。今仕上げにね、ちょっとね、アクセントと黒胡椒を加えまして、はい、ということでですね、もうあっという間に完成しました。ホワイトチャーハンの完成です。はい、それではですね、できましたので早速食べていきたいと思います。いただきます。あの白身がね、結構ね、粒で見えてるんですね。だから結構ね、お店屋さんのチャーハンみたいな感じになってます。いただきます。うまい。これはですね、余り物で作ったとは思えないですね。これですね、食べてみると分かるんですけど、まんまチャーハンの味なんですね。あの溶いた黄身がですね、入ってないっていうだけなので、構築する、味はかなりチャーハンに近いです。はい、でですね、一応うまみ調味料と塩 と、ごま油っていう風にあったんですけども、まあ、ごま油ね、今回はちょっと焼かないので、ごま油で焼いたような香ばしい、香りをつけてるというのがポイントになってくるんですけども、でネギね、今回あのかなり多めに、本当に余ってる青ネギ丸々1本入れたんですけども、それぐらい入れた方がいいです。それぐらい入れることによって、ネギの香りもものすごいいい感じ。だからネギとごま油ってすごい相性がいいですね。こちらがですね、チャーハンを、うまくね、かなりまとめ上げ てですね、一見ズボラ飯みたいな感じになってるんですけども、これ食べてみてると分かるんですけども、お店屋さん で食べるような、しっとりとしたチャーハンになってますね。非常に美味しいです。今回チャーハンにしたんですけども、これですね、かなりこの方法で応用が効くんですね。まあ、今回あの味付けしてます。味付けしてネギも入ってるんですけども、ネギと調味料抜きでですね、本当にご飯に、白身、残った白身をですねかけて、チンしてですね混ぜるだけでですね、これですね、白身混ぜご飯なんですね。普通のご飯の代わりとして使っていただいても全く、遜色ないです。白身はですね、かなりタンパク質がですね、豊富に含まれてて、栄養価すごく高い、食材になっております。あのボディービルダーの人とかね、白身とかだけ食べるっていうふうに聞いたりもするぐらいですね、とてもいい食材なんですね。こちらですね、本当に、まあ、今回チャーハンで味付けして一品として、やらせていただいたんですけども、普通にですね、ご飯にかけてチンして、混ぜるだけでですね、白身の栄養素、味を邪魔せず白身の栄養素が取れるってですね、完全無敵ご飯になっちゃう。そのようなやり方でも、やっていただいた方がいいかなっていうふうに思います。こういった形で余ってる白身や長ネギとかですね、青ネギとかを、使っていただいて、皆さんですね、フードロスをなくすというですね、活動に一緒にですね努めていければいいなと思います。はい、それではですね、今回のレシピですね、美味しそうだなとかですね、こう作ってみたいなって思った方はですね、ぜひ、キャンペーンに、参加していただきたいなと思うんですけども、キャンペーンの参加方法をもう一度おさらいさせていただきます。まずですね、ツイッターとかでですね、こちらの動画もやらせていただくんですけども、これを見てる方々はですね、ぜひリツイートをお願いいたします。このですね、動画をこの投稿をリツイートしていただくだけで、学校給食4日分の120円が寄付されるっていうですね、システムになっております。はい、なのでですね、リツイートしていただくとどんどんですね、寄付の方が貯まりますので、皆さんご協力のほどお願いいたします。あとですね、私たちも料理作って参加させていただきたいという方ですね、いらっしゃいましたら、
フードロスにつながりそうな食材、まあ今日みたいな青ネギとか冷蔵庫に余っている、1枚だけハム残ってたからやりましたとか、な賞味期限、切れそうな納豆を使ってなんか作りましたみたいな、ことを一言添えていただいて、これもですねハッシュタグ、ゼロハンガーチャレンジ、ハッシュタグ、WFP をつけていただきまして、SNS 投稿するだけでですね120円の寄付が集まりますので、ぜひですねこの機会にですね、このキャンペーンに皆様、参加していただければなっていうふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。